越ヶ谷市西方付近埼玉県道、千葉県道52号越ヶ谷流山線は、埼玉県越ヶ谷市から千葉県流山市に至る県道である。越ヶ谷市内はかつて河原曽根交差点から元荒川の南側を通り、大成町交差点へ至る区間が、県道に指定されていたが、後に並行する河原曽根2丁目南交差点から、大成町7丁目交差点間で、 バイパスが整備された。バイパスと並行する区間は県道指定が解除され、越谷市道に変更された。また、越谷市、吉川市境を流れる中川の橋に、吉川橋と吉越橋の2本が県道指定されており、そのうちの吉越橋は当初すぐ北側の旧道にあたる吉川橋のバイパスとして整備された。その後吉川橋は、 越谷市の大成町7丁目交差点からの4、車線で東へ延伸させ、吉川市へ至る道路計画として、吉川市の吉川交番交差点までの間で、道路整備と吉川橋掛け替えの工事が行われている。越谷本町交差点から、河原曽根交差点までの区間は本領線の区間であるが、越谷本町交差点での案内表示まではなくの、表示になっているほか、 越谷本町交差点から埼玉県道49号足立越谷線との交差点の区間も県道指定されている。ありがとうございます。